絨毯を剥がします。どうぞ。これ一枚もんなんだね、長いのが。一枚なの、それを切って使うのかな。そう、うわー、膨らんできた。膨らんだね。あ、そういうことなんだ。こちらを室内側に向けて取り付けてください。それ切ったところってケバケバになってんの？え？ケバケバになってんの。どこが？切ったところ。ここ？切った中身が飛び出るの、それ。飛び出るの？飛び出るの。ここに板を上からくっつけるのね。そうだね。そういうことか。で、断熱がされてるのね。ね。ここに木やっぱり一本入れた方がいいのかな。どうだろう。どうなの、直接打ち込むのはやばいかな。の方が安全かね。木を、柱をつけて、うん、柱、うん、の方がいいんだ。そっかい、軍手取ってくれるかね。ここのタイヤハウスの足場を作っていきたいと思います。
絨毯を剥がします。どうぞ。まあ別にこのままでもいいよな。え、なんで。まあ剥がしたんだ。剥がしたけど投げてしまえ。まず汚れんだろ。だってどうせペニアじゃん。あ、おお、剥がれた。わお、何さ。わお、あいいや、モケモケだ。はい、剥がれました。すごいね、この断熱が。今日の作業は羊の毛剥がし。これがなかなか剥がれない。一生懸命やってます。じゃあ取るかね。相当、まあ、そんなにそんなにジョン、手が震えてきた。臭いからね、換気しながら。ハメ板3つとベニヤ。